木次郎は古金売りらしく草履を履いておりますが草履は少し薙刀になって縁の下を散々に踏み荒らしてあるだけどんな武力があったにしてもこれでは豆鎖を振りほどくこともできなかったでしょう「親分この鎖はへんてことですね日本には見たこともねえ鎖だこれで首を絞められちゃう」。う八五郎が感服するのも無理はありません。 豆鎖はいちいちイボがついていてただ首へ巻かれただけで相手の命を取らなければやまない恐ろしい仕掛けがあるのですこいつは何だろう平治も考えてはおります。皇毛人が猛犬をつなぐ鎖にこれに類したものがありますが長崎へも少なかった時代で平治の知恵もそこまでは及びません。八五郎は大骨折りで、 首の鎖を外しました縁の下に半分ほど入っている死骸の足を引き出して広々としたところへひっくり返すのが精一杯ですわぁん妙なものがありますよ紙に包んだ木の屑それが死骸の懐から転げ出たのです紙はただの半紙で何の変哲もありませんが美しい女文字で今夜胃の刻とだけ書いてあります 今夜四つには殺されるという謎ですかえ八五郎は高々と読みますそんな手軽な謎じゃあるねえよところでその紙に包んであるのはなんだ木のクズですよ恐ろしく古い木で少し変色さえもしている木のクズ花先へ持って行って嗅ぐとプーンと古風な匂いがします木のクズうちの勝手にはこんな木はうんとありますよ嗅いでみな 八五郎の花は活発に動きます。古いうちの木なら醤油臭い匂いがしますが、こいつは少し変じゃありませんか。何の匂いがする。小農の匂いですよ。どれ、ちょいとかせ。平治は取り上げました。半紙半枚に包んだ、何の変哲もない木のクズですが、花の先へ持って行っても何の変化もなく、千年の風にさらされて、 ただだカビ臭臭く古臭いだけのことです。平治はいきなりうちの中へ入りました秋口の朝菓でもささやかな渦火はあったはずです火箸でかき起こして火の上に木のくずを通ずるいきなりくんずる異様の好奇なんす親分八五郎は顔を出しました白檀の匂いだよ日本にはめったにえ娠だ白檀<段>名木の香りがある。 おめえが小脳の匂いだだ。と言ったわけだ人工や白檀はめったにある気ではありません隣の部屋を覗くと今までも悲嘆に暮れていたというウラは人の見る目が恥ずかしいか狭いうちの自分の部屋に引っ込んで月の涙に暮れているようですウ浦さん八五郎はふと覗きました濡れたままの顔を 上げた様子です顔を上げたばかりでなく照れ隠しらしくにっこりした様子ですがその微笑が頬へこびりついて哀れ深い寂しい涙になりました「あんまり泣くんじゃねえぜ」それはしかし何の慰めになるでしょう「大浦の上げた寂しい顔はいつまでも平時にこびりついております」第4章「第章親分どこ行くんで?」 八五郎は後ろから追いすがります。今戸に時次郎の家はあると言ったな。え、そんなことでしたか。二人は古金会の時次郎の家を今戸へ入ると探し始めました。なんという不景気な家でしょう。長屋の奥の奥、ミノムシのような時次郎の巣を探し当てた時は、秋の日はもう昼過ぎになっておりました。元もとよりの独り者、主人の時次郎が死んだ後は、 留守番があるわけでもなく、鉄砲ザルが一つと、おびただしいガラクタがそのまま留守を守っております。きったねうちだね八五郎は遠慮のないことを言います。これでもいっかな、主だ。おめえのような異相郎たちが。そういううちにも、平治はおびただしいガラクタを整理し始めました。蓋のない鍋、鉢巻きをした火鉢、骨の折れた傘、穴のかけた立図を、 いろいろの怪奇なうちに、妙な一貫した異国的なもののあることを平治は見逃しませんでした。へえ、変なものがありますよ。何が何やら分からず、八五郎はその異国的なものをかきまわしているのです。あの時時次郎を殺した変な鎖もこっから出たかもしれねえな。キリシタンバテレン野郎みてえですね。待ってくれよ八、ここに変な仏像があるじゃねえか。 えおめえには今まで隠しておいたんだちょいっと話しておいた方がいいかもしれねええ変わったことを言うのです。実はな近頃江戸中に底辺な泥棒が流行っているえ八五郎には何が何やら見当もつきません寺寺デラデラをはじめ宮代から町人公家大名方まで らして歩く話をおめえは聞かなかったのかそれは聞いておりますよでもこちとら貧乏人とは縁のねえ話だ盗まれたのはデミオ公家でなきゃなある傍聴人のうちそれから宮代の宝物でしょそれが大変なことじゃねえかえ物体冥福時報や射法を手当たりしでえにかすみ取るのを黙って見ている方はねえそのくせ者を誰だと思う 俺は笹の新三郎様の内を受けて、半年近くも江戸中に癖者を探していたんだよ。へえ、そんなこととあ知りませんでした、えー。少しは当たりがつきましたか。八五郎は肝をつぶしました。平次は自分一人の胸にたたんで、今日までもけぶりにも表さなかったのです。盗まれた先を言ってみりゃ、この半年の間に数知れねえ。 物体仏像は容易に売り買いのできるもんでなく冥福古賀の類に至っちゃ売りに出たところで買い手はつくめえなるほどそいつは手頃な七草にもならねえ金堂を背負って七夜ののれんをくぐってみるそこで御用になるのは受け合いだまして古今蘭の表層や竹矢切れの画軸じゃこしとらの始末に行けるものはねええうっかり見た人の話じゃ クセモンは柄が小さくてネズミのような男だということだ小男で身のこなしが器用で仏像物体を手軽にさばき容易に姿を見せねえのは誰だろう足でねえことは確かで当たり前だそんな不器用泥棒なら俺が逃がしておくもんかところで一通り目がきいてどんな大宮へも忍び込めるのはここだけの話だが俺は火事兵衛じゃあるめえかと思っていたへえ あれは梶原なんとか兵衛という日本雑誌の落ちぶれた男だそうだ長兵衛柄骨董の目は肥えている俺は見つあまりあのネズミのような不景気な男をつけ回して歩いていたんだたまたま娘のお裏にあってそれとはなしに話してみるとあのうちは無人で困るし親父の梶兵衛は夜遅くでなげりゃえらねえという用心棒が欲しくてしようがねえ様子だから早速おめえを用心棒に泊まり込ましたんだ そんならそうと言ってくださりゃいいのにあは何にも知らずにあの子のオーラばかりを当たっていたじゃありませんかでも手応えはねえわけだ相手は時次郎に夢中だもの玄太の産着じゃ手をつけられねえところで時次郎の隠れ家を見て俺は肝を潰した見る通りのガラクタだが古物や金物の山だ八州見学どころの騒ぎじゃねえキリシタンの術から 神言秘密の教文まである今まで梶兵衛の身元を探していたのは俺の底変な間違いだったと思うよへえそんなもんすかね平次は時次郎のガラクタの前で初めて半年ぶりの秘密を明かしました寺寺を荒らし裕福の町人たちや皇家大名を襲って国の財を奪い取ったのは色男の時次郎に他ならなかったのです そしてここまで追い詰めてきて平次も初めてほっとした心持ちになるのでした。